帰省している間、2時3時で起こったアンジュに関すること。猫と犬と同じ檻に入れられて隔離され、バーチャルサクベスアンジュカトリーナ地獄に連れて行かれて死んだ。これね、一番の謎、一番怖かった。帰省中も読んではいたの、マシュマロをちょこちょこと。全部は多分今回読めてなかったんだけど、ちょこちょこ読めてはいて、こういうのがめっちゃ届いた時本当に怖くて、私何があったんだろうと思って一番怖かった。この私何いない間に何が起きてるのと思ったら、 YouTube で切り抜き見て全て察した。ケイモチさんとこで、ね、びっくりした。マジで笑った。別に迷惑だったとかないからね、めっちゃ笑ったって話ね。何事ってなって笑った。別にこのマシュマロが迷惑でしたとかはないです。本当に何が起きてるか分かんなくてめっちゃ混乱した。いろんな人がこういう内容を送ってくるから、 AI が執筆してくれるやつ、物語を AI が執筆してくれるやつがあって、でそこで物語の中に、はい、私がバーチャルサキバスのアンジュカトリーナよみたいなって突然 AI が生み出したっていう。違ったっけ、確かそんなん。ここは辺りを見渡してみると何もない、ただ白い世界が広がっている。後ろから声がかかる。やったと見つけたわよ。あんたは確か気になるけどな、ちょっと危ないけど気になるな、こんな喋り方するやついねえんだから、誰か気になるけどな、じゃこれだけ見させてくれ。はい、バーチャルサキバスのアンジュカトリーナだよ。こんな喋り方、なんであんたはここにいるんだよ。簡単に言ってね、私死んだんだよね。ちょっと別の問題があるわ。どういうことだよ、死ぬんだってよく言ってたけど死んだんだ。そうなんだ。いや冗談きついんですよ、冗談じゃないんだな、これちょっと先気になるわ。これはバーチャルサキバスだったんですね、アンジュカトリーナさん。ハートとかつけるタイプの。言わんやろ実際、言わんやろ実際、ちょっと言いそう、それ解釈が違う。誰がサキバスやねん、うちは別にサキバス要素はないやろ、どういうことってなった。これで溢れた時の怖さは他に変えがたいものだなと思って。いい経験でしたね、楽しかったです。